はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、ということで私も iPhone X ゲットしました。やったね、発売から2日遅れてぐらいですかね、ゲットしたのはね。で、今日はですね、この搭載されている Face ID を使ってですね、ちょっと遊んでみたいなと思います。私ね、これまでいろんな被り物、そしてメイクやってきたんですけれども、それをですね、使って Face ID のロックが解除できるか、顔認証解除できるか、やってみたいなと思います。はい、じゃあ行きますよ。はい、こんな感じで一発ですぐロック解除できますね。そしたらじゃあ今度は変顔してみましょう。こんな感じで、あれあれ、嘘、変顔じゃダメなの？じゃあ今度はこのキャッピーの帽子かぶってみましょう。ね、これは目玉が上についてるんでもしかしたら誤認するかもしれないよね、フェイス ID がね。あ、問題ないですね、これ目として認識しないんだ。そしたら続いてはこの段ボール兜といってみましょう。これね、いきます。あ、大丈夫だね。もう一回やってみようか。大丈夫だね。じゃあ続いてはこのチューバッカの帽子いってみましょうかね。チューバッカの帽子これ結構輪郭隠れちゃうからまずいんじゃないの。行ってみようか。はい、あ、開いた。あれ開くの。いきます。あ、開くね。あ、これでも大丈夫なんだ。よし、そしたら次はこれだね。昔あのミスターノーイクのマジックショーで使った金髪のカツラでございますね。はい、いくよ。よいしょ。はい、こんな感じ。これに、サングラスねつけてこれ、ほーい、ミスターマルクのマジックショーってやったんだけどね、前ね。はい、サングラスかけてとさすがにまずいかな。あ、やっぱダメ。あ、ダメだ、サングラスダメみたいね。じゃあサングラス取った状態だとどうでしょうか。目ちょっと隠してやってみようか。あ、開いた。よし、じゃあ次はこれだね。かぶんの勇気いるんだよな。まあ無理だよね。え、顔と認識されてないよね、これ。よし、じゃあ次はジャック・スパロウでいきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ジャック・ノリロウですさあ、ダメ？あ、ダメだ。やっぱり、ダメでした。しょうがないね。はい、じゃあまあ最後はね、せっかくなんで、このままゾンビにしちゃいましょう。はい、こんな感じですかね。ということで、やってみましょう。あれ、普通にできないんだけど。できない？え？できない？できないの？輪郭とか顔とか一緒じゃん。色塗っただけじゃん。できないの？できませんでした。はい、そんなわけで今まではね、私が使ってた iPhone7 Plus、比較してみると大きさはね、やっぱ随分ちっちゃくなりましたよね。こんな感じ、こんな感じ。うん。ただそうは言っても画面サイズ、この縦サイズは広くなったということですね。横サイズはね、ちょっと短くなってんだけどね。うん、なので、7プラスを使っていると僕にとってはすごくね、持ちやすくなって、画面サイズはそのままっていうような印象ですごくいいです。それと、この iPhone X の魅力はカメラの性能だと思ってましたんで、今日ね、朝散歩行った時にちょっとね、動画撮ってきましたんで、ご覧くださいませ。はい、まずは、片手持ちですね。片手持ちで、
今普通に歩いてます。こんな感じです。どうでしょうか。はい、続いて両手持ちでゆっくり歩いてます。どうだろうね、画面的には普通にブレてんだけどね。続いてインカムですね。インカムもすごくカメラの性能上がったみたいですけど、手ブレ補正はどうかな。普通に画面はめちゃくちゃブレてんだけど、どんな感じかな。これが補正されたらすごいなと思うけどね。はい、そんな感じでこのアウトカメラ割とね手ブレ補正効いてていいんじゃないでしょうかね。インカメラはやっぱ手ブレ補正なかったから、なんかやっぱかなりブレてましたけどね、うん、でも画質はすごく綺麗になってたんで満足ですね。はい、ということで今回はですね iPhone X の Face ID を使っていろんな変装をやって Face ID の認証が解けるかやってみました。面白かったね。ゾンビが解けないのが意外でした。本当にびっくりしたよということで今日の動画がもしよかったらとか気に入ったらと思った方はいいねボタンを押してください。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。